変お待たせいたしました。東京マルッと山手線は間もなく発車いたします。ホーム上では池袋駅の駅長が出発の合図を出してお見送りをしています。みんなで手を振って出発しましょう。それでは行ってきます。こちらの駅長は今ホーム上から出発合図出ました。どうも出発合図でお願いします。
はご存知、おじいちゃん、おばあちゃんの原宿、巣鴨でございます。有名な蘇鉄地蔵尊は、痛みや病気を治し、寿命を延ばす御利益があると言われています。毎月、寮の築地はたくさんの露店が並び、賑やかになります。少し足を伸ばすと、芭蕉門で有名な芥川龍之介、時代劇で有名な遠山の金さん、鉄腕アトムで有名な手塚治虫が眠っているお寺もあり、当時の活躍を知り、忍ぶことができます。ゆったりとした時間が流れる巣鴨、心は癒され、体は元気になる巣鴨です。ところで、一般的な電車は線路に信号機がありますが、山手線の線路内には信号機がありません。では、山手線の信号機はどこにあるでしょうか。実は山手線は運転席に信号機があり、そこに信号が表示されています。これ実際の山手線。はい、おじいちゃん、おばあちゃんの原宿で有名な巣鴨駅を通過いたしまして、次は駒込です。ではここで皆さんにクイズです。次の駒込駅で一旦停車いたします。実はこの駒込駅では停車しなければならない理由があるのですが、なぜだか分かりますでしょうか。答えは停車してから発表しますので、ぜひ考えてみてください。駒込駅の発車メロディーは、桜桜が使用されていますが、これは日本を象徴する花、ソメイヨシノの桜が駒込で生まれたことに由来しています。江戸時代から明治時代にかけて、駅の西側エリアはソメイと呼ばれており、多くの植木屋が集まっていました。その植木屋の活躍でソメイヨシノが誕生したと言われています。駒込駅前のソメイヨシノ桜記念公園にはソメイヨシノの原木である江戸彼岸桜や大島桜も植えられており、記念碑が建てられています。また駅の周辺には約10種類、700株の羊が落ち残り、関西の季節には見物に来る方も多くいらっしゃいます。近くには羊園や旧古川庭園のバラ園などもあり、園芸の町として見どころが多い町です。駒込駅に停車いたします。電車は止まりますが、扉は開きませんのでご了承ください。